今日はあってはならない事故が起きました。見ての通り、今このもう動かなくなってるこのお兄ちゃん、アニアニなんですけど、さっきまでずっとね元気で、飯をくれ餌をくれって言って元気でいたんですけど、なぜ死んでしまったのか説明します。実はこのアニアニが入ってたのがこの檻なんです。よくあるこの2階、中2階のこの板がついてる檻なんですけど、このアニアニが死んでた状況というのを今から再現します。その原因というのがこの中2階についてるこの板です。この板のところの下からアニアニはこの板を穴からじゃなくて板の隙間からこう上がろうとしてたんですね、多分。ちょっと開かない。それでアニアニがこの板を持ち上げて上がろうとして、この隙間にこういう状況で死んでました。ちょっとね、死んだハムスターでやるのもあれなんですけど、このような状況で挟まっていました。次にこういう事故が起きないように、アニアニもう死んでしまった体なんですけど、説明のために今使っています。もうちょっと挟まった時に気がつけばよかったんですけど、何も声を出さないでアニアニ一人もがき苦しんでそのまま息絶えちゃったんでしょうかね。気がつかなくて、もう気がついた時には体が冷たくなっていました。だからこの手の中2階の板があるケージ使ってるハムスターを飼ってる皆さんは、この中2階の板、これ固定するか、完全にこういう風に外れないように固定するか、取り外すしかないと思います。もちろんこの板を持ち上げられないようなちっちゃいジャンガリアンとかロボロスキーのようなハムスターであればもう問題ないんでしょうけど、うちのように大きな力のあるこういう活動的なハムスターの場合は、この板を平気で持ち上げてきます。それで間にこう挟まって死んでしまうっていう。でこれ実は過去にもありました。過去にあったのはこのケージじゃなくて段ボールで同じような形で挟まれていたことがあります。だからハムスターにとってこういう板を持ち上げていく、この持ち上げた間から入っていく、この行為っていうのはいいんです。これそのまま行けばいいんですけど、そこで挟まっちゃって、何らかの形で挟まっちゃって固定をしてしまうとやばいんです。このようにね、間に板の間に挟まっちゃうとこれは死んじゃいます。呼吸ができなくなって、息ができなくなって窒息死してしまうと。血が流れなくなって、うっ血死してしまうということなんです。本当にもうね、申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、お兄ちゃん、本当に悪かった。だからもう今日、この時点でこの檻は、檻を捨てることはしませんけど、この板は捨てます。この板はもうゴミ箱に早速もう捨てちゃいます。もう二度とこういう事故があってはいけないので、このケージの中板、これは外して、板はもうゴミに出します。ハムスター飼ってる皆さん、この手の檻で中板がある
檻でハムスターを飼ってる場合、気をつけてください。このような痛ましい事故がもう起きないように、本当に悪かった。お兄ちゃんごめんよ、本当に。このお兄ちゃん元気がいいから、他のこういうし、なんていうのかな、大部屋でたくさん住んでるハムスターと別に個室というか、別にこのデラックスルームというつもりでこのケージに入れたのがあだになってしまいました。本当に申し訳ありません。同じ過ちは繰り返さない、もう絶対に。このお兄ちゃんまだね、人間で言ったらまだそうだな、30歳ぐらいかな。まだまだこれから元気に活動できて、子孫も残していけたところなんですけど、まあケージが悪いというよりもやっぱりこのケージに入れた俺が悪かった。もうこういう中板を使ったゲージというんですかね、これはもう使わないようにします。だからこういう中板の入ってないこういうゲージ、これは大丈夫だと思います。体が挟まる場所がなければ大丈夫ですけど、体が挟まるようなところがあると元気なこういうハムスターが事故が起きます。皆さんもハムスター飼ってる皆さん、こういう間の板があるゲージ、危険です、大変危険です。ハムスターはそういうのが分かりませんからね、どんどん潜ってきます。隙間から隙間を押し上げて、力あるハムスターは隙間にどんどんこう頭突っ込んで入ります。結果として抜けなくなってしまって、息ができなくなって、意識が朦朧としてきて、それで息絶えてしまいます。本当にこのお兄ちゃんとはね、もっとずっと一緒にいたかった。本当にごめんな。